アルゴルはペルセウス座ベータ星、ペルセウス座の構成で二等星。星座の中ではペルセウスの持つ怪物、メデューサの首にあたる。アルゴル型変更星のプロトタイプで2.867日の周期で2.12から3.39等星の範囲を変更する。B 型主系列星の主星 A の周囲を K 型スペクトルの準巨星の番星 B が点八六七日の 周期で回っており、このペアの外側約 3AU の軌道を、アム星の番星 C が1.86年の周期で回るという階層型のミエレ連星である。近年の研究では、今から約730万年前には、太陽から9.8光年の位置にあり、地球からはマイナス3等級以上の明るさで見えたと推測されている。B 星の軌道平面が地球からの方角と重なっており、 B 星が A 星の前を通過すると A 星からの光が遮蔽されることにより地球から見た連星の合計の高度が一時的に低下し最も高度の小さい状態になる。逆に A 星が B 星の前面を通過するときもわずかに減高する。このアルゴルの色変更性のメカニズムはイギリスのアマチュア天文家ジョン・グッドリックが19歳の時に発見し 王立協会に発表したものである。後に、この発表は正しいと認められ、彼はコプリメダルを受賞するに至る。2013年、ヘルシンキ大学物理学科の6名と、同大ワールドカルチャーズ学科の1名の研究者が、古代エジプト人が記録した回路歴を分析した結果、3000年前には、アルマルの周期が2.850日だったことを示唆する証拠であるとして、 アストロフィジカルジャーナルに論文を発表している。アルゴル AB の動き、チャラインターフェラーマターによる画像を合成して作成された動画学名はベータパーセ。型有名のアルゴルはアラビア語で植式の塔を意味するが点火したものである。この名前は10世紀の終わり頃には西洋に伝わっており、アラビアから西洋に伝わった星名として最も古いものの一つである。 2016年6月30日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはアルゴルをペルセウス・ザ・ベータ戦への固有名として承認した。ありがとうございます。